森井みりんの世界の歩き方。ドラー、自然大好きフリーアナウンサーの森井みりんです。鹿児島県最南端で奄美群島の一つ沖縄本島のすぐ近くにある与論島に来ています。さあ今回は沖縄や奄美群島に古くから伝わる伝統的な漁であるイザリ漁をします。冬の夜の海の中へ、超危険な冒険です。イザリ漁とは、1年で最も潮が引く冬の大潮の夜に、砂浜から遠浅に広がるサンゴ礁の上を歩いて行う漁のことです。潮が引いたサンゴ礁の上では、普段は見られない生き物の姿を海の上から見ることができます。なぜ寒くて暗くて怖い海の中でわざわざ漁が行われるのか信じられません。でもなかなか捕まえることのできない獲物を拾うようにして捕まえられるとか、今もそのイザリ漁は行われていて、しかも島民の方もしているという情報が気になってしまい、島民の方にお願いをしてついて行かせていただくことになりました。さあ、超猛毒の危険生物もいるという海の中、果たして無事に帰ってこれるのでしょうか。どうぞ最後までご覧ください。私は伝える仕事で生きていくと決心し、新卒から勤めていた会社を辞め、この YouTube を配信しています。気になるものがあればぜひ再生リストからご覧いただき、チャンネル登録をポチッとお願いします。 YouTube を始めて約1年8ヶ月ポンコツすぎて、未だチャンネル登録者は1000人にもなっていません。でも今まで動画を見てくださったあなたや、登録までしてくださったあなたのおかげでここまで頑張れています。ありがとうございます。貯金を切り崩し、借金をしながらですが、多くの方に感動や気づきを与え、人の役に立てる人間になるべく夢を諦めず奮闘中です。現在の目標は登録者1000人です。もしよろしければぜひ応援よろしくお願いします。ドラー、自然大好きフリーアナウンサーの森井みりんです。もう今空は真っ暗、ちょっと肌寒いです。ただいまの時間は午前0時です。夜の12時、私は今与論島の与論駅というところにやってまいりました。なぜ深夜0時の与論駅にいるのでしょうか。皆さん分かりますか。理由はですね、今日のこの動画のチャレンジ、鹿児島の離島や沖縄に伝わる伝統の漁の方法、イザリ漁を体験しにやってきました。イエーイ。イザリ漁って何なのと思った方、私も知りませんでした。イザリ漁というのは与論島にも古くから伝わる伝統的な漁の仕方で、ある特定の時期にしか行われません。それが今なんです。冬の時期で、かつ大潮の時期の夜中にしか行われません。とってもレアな漁なんです。今回ですね、特別に島民の方に案内していただけることになりました。でもとっても怖いです。夜の海にこう、もうポチャンポチャンポチャンと入っていくんです。与論島の島の周りはサンゴ礁で囲まれていますので、大潮になると海の中に入りやすくなります。なので夜の海の生き物たちに出会うことができます。そこでタコや貝、ウニやお魚さんをゲットするです。私とっても緊張しております。夜の海だし、その島民の方に伺ったら、もう腰まで海の中に浸かりますよっていう風に教えていただきました。え、腰までと、すごいびっくりして、こうイメージだとすごい潮の引いた海岸をピチャピチャと歩いてアサリを取るみたいな感覚だったんですが、腰まで浸かるの、っていう。しかも今冬なので絶対寒いじゃんっていう、凍えるなという、ちょっともうドキドキバクバク、とても緊張しております。怖いですね、夜の海。しかもオコゼもいるらしいんです。オコゼというのはもう毒があって、糞
だらトゲに刺さってもうその足が壊死してしまう危険な生き物もいるんですね。気をつけながら、どう気をつければいいかわからないっていう感じなんですけれども、頑張りたいと思います。鬼だるまおこぜは背びれのトゲに毒があり、岩に擬態して獲物を待ちます。トゲは靴を貫通するくらい非常に硬くて鋭く、人を死に至らしめるほどの猛毒です。ただでさえいても気づかなそうなのに、暗い中だとより踏んでしまいそうで怖いですね。もうとっても貴重な体験ができるので本当に嬉しくて、本当にありがたいです。ありがとうございます。では私も本当に頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。では行ってきます。これからイザリ漁に行ってきます。もう海です。海岸です。引いてます。海の中に入っていきます。今私は水着とマリンシューズとカッパを着てます。これから水の中に入ります。あー冷たい。生き物を探していきます。こちらは逃がします。ありがとうございました、ハリセンボンさん。かわいい、重量感あります、すごく重いです。さようなら。かわいい。こんな感じとこ、大きな大きなガンガジョを発見しました。水が出ます。画面左側、海の上で光るものを発見。実はあれもイザリ漁をしている方のライトの明かりなんです。イザリ漁って聞いたこともなかったのですが、島では馴染みのあるものなんですね。これからちょっと深いところに行くと怖いです。波も穏やかだからすごい歩きやすいです、ね、全然沖に行っても浅いところは浅い。こんなに今膝の高さぐらいです。綺麗なサンゴ礁。
島民の方ってどれくらいの方がこれやるんですか？多い時で1箇所に20-30とか。20-30人多いですね。それは今日は本当に少ない、貸し切り状態。こんなに沖にいますが、こんなに浅瀬です。くるぶしぐらいの海の深さです。もう陸地になってますね、ここら辺。面白い。海の中が表面に出てきて陸になっています。ちっちゃいウツボ。ウツボの中に入ってる。あ、お魚、ちっちゃいお魚。あ、サンゴがひっくり返ってる。あ、すごい、こんな感じで。サンゴの裏側。魚がいたようです。魚がいるみたいなんですが、本当だ。なんか横たわって寝てる。こちらにお魚が横たわって寝ています。すごい、こうやってお魚って寝るんだ。びっくりです。ではこれから森で着きます。わあ、すごい。見えた。すごいな、すごい。初めてあんな風に寝てる魚見ました。すごい、死んでるみたいな。でも森で着くのもすごい大変なんだね。着くのが難しい。鱗に逆らってつかないと見えないし、鱗まっすぐついても外れたりもするし、はい、それだけ鱗で身を守ってるんですね。今のはなんだっけ、三つ葉持ちの魚かな。具材じゃない、ベラの仲間。三つ葉持ちの魚はベラ科の魚で、奄美大島から南の岩礁域に生息しています。へえ、美味しい。すごい大きかったですね。あんな魚があんな風に出るなんて。わあ、深い深い深い。避難避難。みんなからちょっと離れてしまいましたので、早くすすりたいですが、ちょっと海が深い。よいしょ。ももまで今使ってます。綺麗ですね、本当に。与論の海は獲物を見つけるまで結構やっぱり大変ですし、そんなに簡単に見つかるわけではありません。いても慣れてる方じゃないとわからないですね。あ、青い魚、綺麗。表面、メダカみたい、なんか表面泳いでて光ってる。こんな体験できない。すごすぎる。いやもう本当に面白くて楽しかったです。もう与論島に来てもイザリ漁を体験できるってなかなかないレアなことだと思うので、もう本当に感謝感激です。ありがとうございます。もう本当に夜の海の中、あんまり寒くなかったです、想像より。そしてそんなに怖くなかったです。波も穏やかで気温も低くなくて暖かいぐらいでしたね。それでは与論島のイザリ漁で獲れたこちら、ハリセンボンちゃんをさばいていきます。このハリセンボンは正真正銘のハリセンボンだと思います。私が以前の動画でさばいたハリセンボンは
石垣フグといってハリセンボンの仲間です。でトゲもそんなに痛くなかったんですけど、このハリセンボンはすごい鋭くって結構痛いです。そして小型ですね。でイザリ漁で取った瞬間はすごい膨らんでましたね。もうぷくーってなって可愛かったです。以前三宅島で釣って食べた魚はハリセンボンか石垣フグ属の石垣フグという魚です。今回取れた魚はハリセンボンかハリセンボン属のネズミフグという魚です。どちらもハリセンボンの仲間の魚です。ハリセンボンをさばいていく。口の周りの皮を切っていきます。痛いですねこれ。ちょっと痛いです。とてもうわ痛いなこれ。とりあえず頑張ろう。皮を取ります。沖縄ではハリセンボンをアバサーと呼んでいて、ハリセンボンのお味噌汁のことをアバサー汁って呼んでいます。であの動画で一回作ってから調べてみたら、やっぱり肝が美味しくて肝を使えるっていうことだったんで、今回は肝も入れていこうと思ってます。皮が切りにくいです。はい、切れました。とお腹を切っていきます。ちっちゃいけれど痛いから大変だ。よいしょ、お腹を切っていきます。あートゲが邪魔しますねこれ。切れないな、これどうしよう。包丁で切り込み入れてみたいと思います。ほんとトゲが邪魔をしますねこれ。もう骨が本当に無数にあるハリセンボンだけに。よし、うん、いい感じかなこれで。よし、突破口開いたぞ。ハサミでどんどん切っていく。すごい、なんかホワイトチョコレートに見えてきました。美味しそう。内臓が出てきました。ちょっとじゃあこれお腹が開けたのでこのまま皮を取っていきます。痛いこれ、手が痛いです。すごく、こんなに痛いんだ。前回のフグと全然違う。石垣フグ、ハリセンボンと全然違います。痛い、これ痛いな。いやー全然他の魚と違って大変です。これを体験するとアバサーの料理が、このハリセンボンの料理が高いことがよくわかるんですけれども、実際食べてみると身が少なくて残念な気持ちになるっていう食材ですね。こんなに苦労してるのに、こんなにお金払ったのに、これだけかよみたいな感じになります。いてててて、もっと皮を剥いでいきます。皮が取れてきました。嬉しい。食べれるところ少ないな、最後が難しいな。なんかこれ、皆さん見てください、できた。皮剥げました。とりあえず、あ前の
前のハリセンボンに比べて痛かった。洗いました。そしてここから肝を取っていきます。どれが肝なんですかね。皆さん、これが腸になります。腸です。こちらが肝臓です。大きい。お魚さんの肝臓って結構ちっちゃいイメージなんですけど、皆さん、これが肝で肝臓です。こちらご覧ください。アニサキスが入っていました。たくさんいます。でもお味噌汁にすれば多分大丈夫なんですけど、気持ち悪いです、すごく。これが浮き袋です。浮き袋も食べれるとのことなので、取り除いていきます。すごい、うさぎさんみたいですね。これこんなんか切るか。食べやすくするために切っていきます。解体作業です。ここはなんか切りやすいですね。前の以前のハリセンボンに比べて。いや、もう30分を超えました。大変だこりゃ。磯臭さ、生臭さ一切なし。これも食べれそうな部分です。そして、はい、食べれる尻尾の部分。この背骨は結構切れやすいんですね。よいしょ。もう1000個もある針で身を守ってるから、中の骨は柔らかくても大丈夫なんですかね。こんなんでいいでしょう。肉の部分はアニサキス、これちょっと取っていきたいと思います。取っていくって言っても、これどうやって手で取れるのかな。中に入ってますよアニサキス。そういうものなんですかね。うえー、気持ち悪い、すごく。うわ、うえ、気持ち悪い、気持ち悪い。伸びる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 、めっちゃ伸びます。皆さん見てください、このまな板黒いから見えそう。こんなに、こんなに白滝みたい。白滝が内臓から出てきます、うん、これじゃアニサキスじゃないらしいです。違う寄生虫です。うえー、うえー、あ、気持ち悪いですね、非常に。このもやしみたいな白いのちょっと取ります。うえー、うえー、たくさんありますよ。これ食べる方が気持ち悪いですからね。取り除いていきます。とりあえず寄生虫らしきものは取りました。これも入れてお味噌汁作っていきます。ご覧ください、こんなになんか寄生虫らしきものがいました。寄生虫詳しい方、こちら何の寄生虫でしょうか。もしよかったら教えてください。コメント欄でお待ちしております。ネズミ服を調べてみたら、沖縄県などで作られるアバサー汁のアバサーの一つで、肝も入れて料理すると非常に美味しいのですが、寄生虫が肝に食い込んでいる確率が高いので、アバサーの中では評価が低いそうです。はい、肝臓を包丁でこうやってわわわわわって叩いて、もうペースト状のようにしました。これをハリセンボンを茹でているお湯の中に入れていきます。このように茹でていきます。
それでは与論島のイザリ漁で採れたアバサー汁、ハリセンボンの味噌汁をいただきます。はい、もう白骨化してしまいました、ハリセンボン。ちょっとこの画角グロテスクな感じがしますけれども、食べてみたいと思います。一回沸騰させて冷ましてから、もう一回沸騰させて 2,3 回それを繰り返しました。それによって味が出て出汁が出ていると思います。もう香りがすごいんですよね。カニ汁の香りがしています。高級な料亭の香りです。ではいただきます。ちょっとまず汁から飲んでみたいと思います。うわー、美味しい。上品なお味噌汁です。お味噌あんまり入れてないんですよ、出汁がすごいから。もう本当にもう旨味と出汁がすごい。肝を入れることによってこんなに味に深みが出るかと驚きました。あの石垣フグのハリセンボンで作ったアバサー汁とは全然違くて本当に美味しいですね。では身もいただきます。まあ、身もいただきますと言ってもあんまり身がないんですけどね。これ身かな。ではいただきます。カニだ、カニって感じです。なんかカニ食べてるみたいです。いただきます。うん、おいしい。とっても上品な味がします。本当に美味しい。身は本当に少ないんですけれども、こんなに美味しいかって思いますね。本当にお味噌汁歴代トップ3に入るくらいの美味しさです。いや、これは美味しいし食べたくなるわと思いますね。ちょっとこれしゃぶってみます。うん、うわ、うん、うん、美味しいです。ちょっともう一回汁飲みます。うん、出汁がすごい。もうぜひ皆さんにも食べていただきたい。お店でこんなに手間かけてやってるのかわからないですね。数時間こちら煮込んでます。レシピをネットで調べると20分煮込むっていう風に書いてあるんですけれども、今回は数時間煮込みました。なので旨味が出ているのではないかと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が面白かったなと思ったらぜひ高評価お願いします。そして今後も動画を更新し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノラー。イザリ漁は夜の真っ暗な海の上を歩くので大変危険です。また潮の満ち引きや地形を把握していないと知らぬ間に潮が満ちて戻れなくなったり、深い穴のようになっているところに落ちたりする可能性もあります。さらにウニ、タコ、貝など一般の方が取ることを禁止されている生き物もあるので注意しましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったらぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。